吹水槽は大阪府茨城市出身の元プロ野球選手。現役引退後の2007年から阪神のコーチを務めている。元中日ドラゴンズ投手及び中日、阪神タイガース東北楽天ゴールデンイーグルス監督を務めた星野千一のおい。上宮高等学校から星野と同じく明治大学へ進学。高校時代の同期に黒田博樹。 西浦勝拓がいた。明治大学では、2年時の1994年に、東京六大学リーグ春季リーグ戦で、首位打者のタイトルを獲得。在学中には、リーグ通算74試合の出場で、打率、305、6本塁打、36打点を記録したほか、ベストナインにも2回選ばれた。同期に、柏渕里氏、 一学年先輩に野村克則、中村豊、一学年後輩に川上健進がいた。1996年の NPB ドラフト会議で、星野が選手、コーチ、監督として在籍していた中日ドラゴンズから7巡目で、指名、内野手として入団した。入団発表の時点では、背番号4を着用することが決まっていたが、球団が発表後に、 レオ・ゴメスを獲得したことに伴って、背番号を37に変更した。ゴメスには、背番号4が当てられたため、中日在籍中の試合や練習では、ゴメスの対談後も含めて、背番号を37で臨んでいた。2006年以降も、コーチとして、阪神に在籍。2012年までは育成コーチ、2013年から2015年までは、二軍内野守備総類コーチ、 2016年には2軍、打撃コーチを歴任した。現役時代のメインポジションが内野手でありながら、2017年からは外野手美走類コーチとして、主に外野手を指導している。2018年までは2軍で指導していたが、同年に2軍監督として、ウエスタンリーグ優勝を達成した矢野洋大が1軍監督へ就任したことに伴って、2019年から、 一軍外野守備走塁コーチを務める。2020年まではチームの攻撃イニング中に一塁のベースコーチへついていた。一軍全体の走塁力の向上を図る矢野の方針で2021年から分析担当を兼務。ダイソー要員の選手への指示を兼務前より細かくするなどの工夫を通じて、盗塁成功率や得点力の向上に貢献している。 ありがとうございます。